大阪市立医科大学は、大阪府大阪市安倍野区朝日町一に本部を置いていた日本の公立大学である。1947年に設置され、1955年に廃止された。大阪市立大学に編入され、大阪市立大学医学部となった。本校では、全身の旧姓大阪市立医学専門学校を含めて記述する。1944年の大阪市立、 医学専門学校発足時、校舎は元尾木町商業学校の校舎を使用した。この校舎は、更新の大阪市立医科大学でも引き続き、使用された。1953年4月、付属病院臨地に校舎が設置され移転同校地は改築、拡張を重ねながら、更新の大阪市立大学医学部が2006年現在も、使用している。 岸本吉右衛門附属病院は1922年に受けた大阪の特殊化、岸本吉右衛門からの寄付100万円と死費により建設され、1925年10月に大阪市立市民病院として開設。1940年に大阪市立南市民病院と解消。1944年の移線発足時に附属病院となった。 1948年の医大学部発足時に、医大付属病院となったが、基礎学者と付属病院との距離が問題となり、中間地点の桃山市民病院を1950年から1956年の間、第二の付属病院として使用した。1953年に、基礎学者が朝日町の林地に移転し、距離の問題は解消した。 1925年春工の病院本館は、老朽化のため1989年に取り壊され、本館、諸胸の跡地に、現在の付属病院が建設された。なお、旧病棟の病院正面の名、アーバナム・バリチュード・ナリウム・ウィーン・大阪2585は、現在の付属病院の5階行動横の廊下に、展示保存されている。ありがとうございます。